壊れる壁のステージです。 2P 側チャンピオンリオン、1P 側チャレンジャーウルフ。この試合予想できますか？そうですね、 2P 側のプレイヤーですが高段位のプレイヤーですから期待が高まりますね。そうですか。ここからどうする？ミドルキック、側面ガード、ここは抜けていった。ダウン攻撃が決まる。距離を取るミドルキック。どうした？一旦離れる。ショートショルダー、これはミスか？いやー、攻守体ナイスコンボ。残り体力は決まった。まずは1本終わりましたが、ワンピー側のプレイヤーですが相手の側面を取って有利に戦ってましたね。なるほど。これで安心しないで慎重に行くべきでしょうね。そうですね。ダウン攻撃が決まる。入念ですね。起き上がりに重ねていく。避けていった。これは抜けられなかった。起き上がりに重ねた。エクセレント。セットカウントは2対0。ウルフ続けて2本選手大金星なるか。第3ラウンドが始まりました。投げ失敗、抜けられない。膝遠くにゴールです。チャンス、うまい、決まった。セットカウントは2対1。リオ1本取り返した。ここから追いつけるか。ダウンラウンドが始まりました。投げ打つ。リオン体力が減っていない。攻守体掃除旋風エクセレント。セットカウントは2対2。非常に一方的な展開でしたが、このまま終わってしまうのか。運命の第5ラウンドスタート。距離を置いて、ここからどうする？ミドルキック。ウルフ一気に畳みかける。おっと、攻守体いいですよ。距離を置いて、距離を取った。ランニングショルダー、ショートショルダー、残り体力パンチ一発分。カウンターヒット、衰退締める。勝負あり。熱い一戦でしたね。勝利しました。 Forgot to train, eh?